第2根谷川は、大阪府を流れる淀川水系の一級河川。大阪府八尾市福満寺町北6丁目の、御池川地水緑地付近で御池川から直角に分かれ、東大阪市との市境を成しながら清流。東大阪市玉串元町で玉串川が、南から交流する。中央環状線が迫る東大阪市、若江南町で、南方からの楠川を合わせ北西流に転じる。 ここからは、東大阪市中西部を斜めに横断し、大阪市鶴見区の JR 放出駅に至って再び、西へ向きを変える。上東区で長瀬川が南から合流した後に、上東運河が南北に交差し、また平野川が南から合流してくる。ほどなく、大阪環状線をくぐり大阪ビジネスパークの南をかすめた後、 中央区の大阪城外堀の北側で根屋川に合流する。その根屋川も合流点から約500メートルで旧淀川に流れ込む。水源である温知川からの分派点では背の低い五岸とラバーダムにより温知川と仕切られており、温知川の下水は増水時にのみ流れ込む仕組みとなっている。そういう意味では実質的な水源は玉串川と言える。 東大阪市藤戸小蕎麦のクスネ川緑地、東大阪市八尾市境の東西に、まっすぐな流域及び、大阪市上東区内の長瀬川合流地点から、平野川合流地点までは、根ア川、恩地川の水害対策として1969年に、開作された新しい流域である。クスネ川の合流点以北、根ア川合流地点までは、かつては、クスネ川と呼ばれていたが、 改作、付け替え、拡張に伴い、第二ネア川に編入され、旧河川域は埋め立てられた。治水工事開始以前については、楠川を参照のこと、東大阪市玉川橋より上流を撮影。ゴミや油が浮き、鯉の死骸が大量に浮いている。2017年6月3日撮影。流域が、住宅、工場の密集地帯であることから、根ア川などとともに、 水質汚濁が問題となっている。上流より記載。ありがとうございます。